ね、曲作りに特に、まあ、ルールはないと思うんですけど、ギター弾く方だったらそのままギターからメロディー作ったりとかっていうのもあると思うんですけど、主に、まあ、ダンスミュージック作られてる人とかだと、まあ、ドラムから作っていくっていう人が多いのかなと思うので、そこからちょっと見ていただきたいなと思います。で、ドラムを選ん早速選んでみたいと思うんですけど、ライブ9からですね、今ちょっと見づらくなってるかもしれないんですけど、この、まあ、左側にですね、このブラウザの左側に、サウンドであったりドラムであったりエフェクターというのがここに表示されてまして、まあ、ドラムはドラムで、ですね、項目があるのでそれをちょっと選んで選ぶと、さらにドラムの中にこれだけライブに音入ってますよっていうのが出てくるので、この中から、まあ、適当なものをですね、選んで、みようかな。例えば1小節のパターンを作りたいなと思ったら、ライブのこのメイン画面で1小節範囲をこう選択して、そこから右クリックするとメニューがこんな感じでずらっと出てくるんですけど、ここでですね、MIDI クリップを挿入っていうのを選ぶと、こんな感じで、からの1小節のクリップが作られます。クリップっていうのは、まあ、一般的にはフレーズとか、まあ、その塊っていうものだと思ってもらえればいいです。で、エイブルトンではそのフレーズとか塊のことをクリップというので、それをその言葉が結構出てくるのでですね、エイブルトンでは塊のことをクリップという呼びる点だけ、覚えて、いただきたいなと思います。で、空のクリップをですね、1小節分のクリップを今作ってみたので、ここで例えば再生をさせて、例えばキックの4通知とかを作りたければ、今マウスでこうダブルクリップしてるんですけど、こんな感じで四つ打ちを作っていくとか、これは繰り返しだと思ったら範囲選択して右クリックをして、複製ですね、やっていけば、この感じでベタ打ちの四つ打ちがパッとできましたと、いうようにもなっています。最初のライブラリーに開いて、まあ、適当に2パックばっかりなんですけど2パックで、そうですね、2パック、まあ何でもいいですけど、これで曲作る、こんな感じで iTunes から曲作めます。ライブ7からの機能なんですけど、これはですね、例えばこういう波形がバンと上がってる部分を今マウスでですね、こうダブルクリックして黄色いマーカーを立てていってるんですけど、こんな感じでして右クリックから、さっきサンプルをクロップっていうのやってみたんですけど、それを新規ミディトラックへスライスっていうことをやるとですね、さっき元々の波形はこういうトラブルだったんですけど、それがこれ今波形データですよね、これこんな状態ですよっていうのが、こう新規のトラックにミディとしてスライスされました。これどうなってるのかなっていうのをこれだけを聞いてみるとですね、こうしとくと、まあ、全く同じ状態でこう再生されてるんですけど、どうなってるかというと、こんな感じでさっきのドラムの波形が6つに、マーカーが1,2,3,4,5,6なんで6つにですね、スライスされているのが、分かると思います。見てもらうと、こん
かると思うんですけど、3つあって、これはこの黄色い部分で、2番目はこの部分、3番目はこの部分とか、こんな感じでですね、ぶった切ってくれるので、これをちょっと活用して、ソフトなんで、さっきの元となる波形を、こう拡大表示してですね、もっと俺は細かくやりたいんだよっていう人は、とことんですね、突き詰めていくこともできますし、大雑把にやってみたいなということでも、これだけの手順ですね、波形を選択して使いたい部分だけを、クロップして、右クリックからさらにスライスってやっていただければですね、これだけのことがすぐにできると。で、9になって、8、9持ってる人はもう分かってると思いますし、8以前持ってる方もパッと見て分かると思うんですけど、このブラウザ画面が2層に表示されるようになってますね。なんで、今までだと、この中にさらにもう1個階層があって、オーディオエフェクトっていうフォルダーの中の、例えばアンプであったりフィルターであったり EQ であったりとか表示されてたのに対して、大まかな部分っていうのはこの左側に全て、表示されてます。なのでここから選んで、プレセットの右側の階層で、さらに選んでいくということができるようにもなってますし、あとは、今までのインストゥルメンタルフォルダーとか、はい、はい、それはなくなりました、はい、全てここにそれこそオーディオエフェクトとかミディエフェクトっていう名称で、出てくるので、そこから、プラグインなり、クリップなりっていうのも、ご覧いただくようなことができるようになりました。これ早いですよね。これ早いです。めっちゃ早くなりましたよね。特にそうですね、オーディオエフェクト、ミディエフェクトもそうですし、そのプラグインとか、あとは使われてる方であれば、マックスフォーライブとかもここで全部見れるんですよ。なので、今までだと、いろんなフォルダーガーッと開けて、どこだ、ここだってやってたのが、すぐ見やすくなってるっていうのがあったり、ここの窓で検索してっていうことができるので、ここは非常に、分かりやすくなったのかなと、思いますね。あとは、パッと見ですね、パッと見画面が変わってきてると思うんですけど、8と比べて、画面が変わってるだけじゃなくて、サウンドエンジンも、変わってます。これは公表されてないんですけど、8と9で一瞬並べてバーンと聞いてみた感じ、9の方がだいぶサウンドもクリアになってるなという印象を受けました。それだけでも9が、グレード上がりましたというのが納得できるような点なのかなと思いますね。同じシンセも改良されたんですか？いや、シンセですとか、そういう、なんていうんですかね、ことではなくて、ライブのサウンド自体、サウンドエンジン自体が、元のサウンド、そうですね、はい、例えば曲、ただ突っ込んだだけで聴いてみるっていうだけでも、全然違う印象ですね。なるほど、はい、そこはバージョンライブも特に5ぐらいからですね、どんどん6、7、8、9と上がっていくだけで、特に言われてないんですけど、やっぱり音良くなったよねっていうふうに言って、非常に多くの方にも言っていただけてますね、はい、個人的な主観で構わないので、はい、どういうふうに良くなったら、
まあこれ悪いですると8がちょっともこっとした感じがキュッキュッと比較すると、はいはい、感じはしますね。よりまあベタな言い方ですけどシャキッとしたというかクリアになったなというような印象ですね、はいはい、そこはあると思います、はい、あとは